これもバナナ苗を中央に植えましたが、同様に銀バナナ苗です。それから周りにはですね、これは食べたパイナップル苗から育てている苗なんですね。品種は分かりません。おそらくフィリピンで栽培されて日本に輸入されたパイナップルだとは思いますけどね。こちらは赤花キヌサヤエンドウの発芽苗。こちらはイチゴ苗、小さいですが花が咲いてきていますよね。実もこれはつき始めてるんでしょう。これはランナー鳥用に育ってるといいと思います。品種は確かとちおとめだったと思いますね。あとここにはワケギの一塊を植えてあります。これも口径35センチメートルぐらいのルートラップポット、あるいは不織布ポットですが、このまま庭とか畑の一部にですね、半植えしてもいいですし、スペースがあればこの銀バナナ苗は葉っぱが3枚出てきて、親株と収穫した親株から出てきていた子株ですので、根もたくさんついていて割と立派な苗なんですね。ですから10枝、そうですね、今週の寒冷地でなければ初夏になったら、あるいは近づいてきたら10枝すればぐんぐん大きくなるはずです。あとこういう小さなルートラップポットに植えてあるイチゴ苗とか野菜苗とかパイン苗ですね、これらも10枝すれば10枝の方はいいんですが、そのままルートラップポットごとこの周辺にですね、10枝半植えですねしても構いません。まあどんなものでも基本的には10枝の方が自然によく成長するんですが、そうもいかない環境の場合にはですね、ポット栽培でもある程度までいけますから、ご自分であれこれお考えになってですね、自分が持っている環境のスペースと相談の上ですね、植え方を研究されるとよろしいかと思いますね。この銀バナナ苗もそうですね、2、3冬越せばその次の年は開花結実収穫に至ると思いますが、土地柄にもよることですのでね、まあ、栽培上のご質問等があればですね、メールでお問い合わせくだされば相談に乗りますので。